どうもこんにちは。2月になりました。いつも体のエーダの動画を送っていただきましてありがとうございます。で、現在ですね、ビットコインが300万円台をつけて、それからイーサリアムが20万円台をつけて、一定の落ち着きを取り戻したのかなと思います。FTX の破綻があって、それから思ったよりも連鎖破綻っていうのが見られなかったような気がするんですけども、どうでしょうかね。それからリップルは、徐々に値段を上げて今50円を切らないようなところまで来たかなっていうことと、あと我らが体の枝50円前後を推移してますよね。やっぱりね、体のがね1ドルを超えたあたりから本領発揮ということなんですけども、一時期に比べるとねもうだいぶ下がっちゃって残念な気がしますけども、でももともとはね 0.2 円あたりから来てますんで、体の枝これからもチャールズ・ホスキンソンさんはじめ世界中の体の枝ファンがウォレットをどんどんね広げていってくれると思いますので、これからもしっかりと期待していきたいと思います。今年はなんかね、暗号通貨ね、なんかウィンターではなくて、コールドウィンターじゃなくて、結構これから春に向かうんじゃないかなって気がしますね。ただ、根拠はほとんどありません。暗号通貨のニュースってのは、それがダイレクトに価格の上昇に結びつくことってあんまりないんで、一体なんで上がるのか、なんで下がるのか、ほとんどわかんない状態です。まあ、ここまでね、カードライダーをはじめ暗号通貨見てきて思える決断っていうのが、判断っていうのがこのぐらいですよね。でも、なんとなくではありますけども、春が来るんじゃないかなと思います。それでは次回もよろしくお願いします。